カナン、このお店は？見ての通りケーキ屋さんだよ。アクアのみんなとも時々来るんだ。イートインスペースもあるから食べていこう。私のおすすめはね、いちごのショートケーキとチーズケーキとモンブランとチョコケーキとプリンアラモードと。そんなにたくさん食べられません。いただきます。それってチョコケーキ？私も食べたいな。後で頼んじゃう？半分こしよう。今更ですが、カナ、ケーキなんて食べてしまって良いのですか？せっかくトレーニングをしたのに。でしょ？気に入ってもらえて嬉しいよ。また来ようね。今更ですが、カナ、ケーキなんて食べてしまって良いのですか？せっかくトレーニングをしたのに。こういうご褒美があるからモチベーションを保てるんだよ。ほら、うみちゃんも食べて食べて。はい、いただきます。おいしいです。でしょ？今日は本当にありがとうございました。一緒にトレーニングをして、カナンの、いえ、アクアの凄さが身に染みてわかりました。ミューズも負けていられません。もっと鍛えてさらなる高みを目指します。鍛えまくるのもいいけど、メリハリはつけた方がいいかもね。というと？私も考えたトレーニングに突っ込まれることはあるよ。でもその時はメニューを見直すだけじゃなくて、ご褒美を用意するんだ。こうしてみんなでケーキを食べたり、一つだけどんなお願いでも聞いてあげるなんてこともしたかな。努力の報酬がパフォーマンスの向上っていうのもいいけど、そこに至るまでにも小さなご褒美を用意しておくといいと思う。ご褒美ですか？わかりました。考えてみます。みんなが今日のようなトレーニングを続けられるように。まあ今日一緒にやったトレーニングは私が自主的にやってるやつだけどね。え、ではアクアは別のメニューをやっているのですか？アクアのみんなとやる分プラス自主練みたいな感じ。なんというスタミナ。カナン、やはりあなたはすごすぎます。